っかけは 3.11 ですね。結構もろに影響を受けたと思います。5年前のあの出来事がアーティストとしての原点。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家はアーティスト加茂明。東京芸術大学で絵画を学んでいた彼に起きたあの東日本大震災の記憶。まあ、地震と津波もそうなんですけど、原発の問題っていうのが理解できないことだったんですね。その人が起こしちゃったことだと思うんですけど、それを理解するためにこう絵を描いていきたいなと思ったって感じですかね。ボランティアとかもしに行ったんですけど、でその時に友達が石巻の商店街のシャッターに絵を描かないかっていう誘いをしてもらって、でなんか地元の子供たちとシャッターに絵描いてたんですよ。でそしたらなんかおばちゃんが通りかかって、なんか石巻にこうなんか色がなくなっちゃったんだけど、その色を久しぶりに見てすごい気持ちが明るくなったみたいなことをおっしゃってもらった時に、あ、なんか絵でもできることはあるんじゃないか。一番単純なことだけど、一番なんかこう単純に日々伝わるんだなみたいなのがすごい嬉しかったですね。一枚の絵が人々に与える力、それこそが原点。まあ、シャッターがメディアになったわけじゃないですか。要するにそれこそ洞窟に絵を描いた人と同じぐらいの多分意識だったと思うんですよね。なんか何かしたいけど、まあ、とりあえず何か描いてみるかっていう、そのエネルギーがそのまま見る人に伝わる、その感じが、いや、一番シンプルで一番強いんじゃないかと。絵画、それこそが人類最初のメディア力。そんな加茂明のブレイク前夜。他のメディアって饒舌だと思いますよ、もちろん。でも絵が持ってるポテンシャルも信じてるし、でもっと映像に負けない情報量を入れれるとも思ってるし、なのでまあ信じてるんでしょうね、絵の可能性を、うん、美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家村田雄貴のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。